黙々と練習し、誰よりも努力家でした美穂。自分のことは後回しで、常に率先して行動する姿はいつも輝いていました。あやみ。クッキー組として、いろんな悩みを抱えながらもいつも周りに気を配ってくれた名マイクパフォーマー美穂。そのゆるふわな雰囲気にいつもメンバーは癒されていました。ゆうき。ダンス、振り付け、笑いのセンスはピカイチ。チームのムードメーカーとしてカリスマ振付師として君臨しました。タマン。表には決して出さないけれど、いつも熱い思いを抱えてこのステージを作り上げてくれていました。悩んで悩んで泣いたこともあったね。今年のステージはあなたのおかげで最高のものになりました。サリア。アスキングスはチャームポイント。ダンサーとして見せるパフォーマンスはどこをとっても完璧でした。レイカ。どこにいるかすぐ分かるくらいの存在感と大きな声。誰かが辛い時一番に気づいて何気なく声をかけてメンバーを笑顔にしてくれました。しおりDJ ベスターズ愛をこれでもかと振りまいてくれました。その美貌から振り出される細かすぎるモノマネはツボでした。ブリー。赤ちゃんのような彼女だった。この人ももう3年後輩メンバーを指導し、一歩引いて物事を見れるようになり、お母さんは涙涙です。マリー。何を言わずとも理解し行動できる貫禄の4年目。常に後輩メンバーのお手本となり続けてくれました。ひとみ。バイスキャプテンとしてどうしていくべきか悩み苦しんだ時期もありましたが、持ち前の明るさと頭の良さで今シーズンも乗り切りました。あやか。そしてこのキャプテンなくして今年のリアナは欠かせません。17人全員の気持ちを汲み取り、いい方向へ導いてくれる天才でした。今年のリアナの全てはこのキャプテンなつきのおかげです。キャプテンなつき。さあ、そしてそんなリアナ17名に支えられ今日まで来れました。6年間の感謝を込めて今日の試合を臨みます。リサということで18人全員でとってくれたんではないかなと思います。
来シーズンは皆さんどんどん勝っていきますけれども、勝ちに慣れちゃダメですよ。たくさんの勝ち試合を来シーズンも一緒に皆さんと喜べたら嬉しいなと思います。今日も皆さんぜひ勝ちでこの横浜 DeNA ベイスターズの今シーズンを締めくくっていきましょう。皆さんの一体感でスタジアムがいい雰囲気になることを期待しています。今日はワイワイパースをお越しいただきありがとうございました。皆さんもフルスイングで駆け抜けるスターマン、キララ、そしてビリーカイラー、リアーナのメンバーを元気に駆けつけてください。それでは熱い応援